いましょう、はい、第43回万華菊花賞ミス高島で見事勝利導きました工藤敦ジョッキーです。おめでとうございます。ありがとうございます。人気も集めていましたけれどもレース前どんなプランで考えていましたか。うん、まず先行してとりあえず逃げることだけを考えていました。はい、ババ水分 1.2% 有力馬が前に果敢に行く、まあ、レース展開でしたけれども流れ的にはどうでしたか。まあ、流れ的にはそんなね落ち着いた感じだったんですけどね、はいはい、その有力馬が一気に第二障害仕掛けていきました、はい、そのあたりどう考えての二障害でしたでしょうか。まあ、この馬は障害巧みなんで、まあ、そのあたりは心配しないであと降りてからのことだけ考えて、はい、万栄重量690キロこの重量に対してはどうでしたか。そんなに、うん、まあ耐えれるとは思ってましたよ。あまり苦にもしてず、はい、はい、そうです。まだまだ重量的にはいけそうですか。まだ大丈夫なんですか、うん、はい、かなり強い。そうですね、うん、はい、この牝馬、大物牝馬ですけどもどのあたりが魅力ですか。まあやっぱりスピードと障害が巧みだっていうところですよね、はい、12月にはオークス、そしてダービーなど控えていますけどそのあたりどうでしょう。まあやっぱりいいとこやってくれるんじゃないですか、うん、はい、はい、では最後にファンの皆さんに一言お願いいたします。これからも頑張っていきますので応援よろしくお願いします。おめでとうございます。